どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は羽田空港に来ております。本日はですね、ここから伊丹空港まで ANA ダイヤモンドステータスになってね、初めて利用させていただきます。今回ですね、羽田から伊丹空港まで ANA でね行くわけなんですけども、株主優待券、こちらが余っておりましたので、こちらでね、片道1万2000円ぐらいだったかな、そちらで発券して、行くっていった感じになっております。支払い自体はですね、 ANA スカイコインが残っておりましたので、そちらでね支払いさせていただいたっていった感じになります。でですね、今日は11月の3連休初日ということで、かなりね混み合う予想がされておりますので、ひとまずね行くだけ行ってですね、ちょっとね中の紹介等々はねできないかなというふうに思うわけなんですけども、フライトがね13時ということで、まだ10時ぐらいだと思いますので、時間の方はねたっぷりあるっていった感じになりますので、ゆっくりですね ANA スイートチェックイン、利用させていただいて、制限エリアの方にですね、行ってみたいと思います。ではね、中入ってきましたけども、かなり混雑しておりますね。それではチェックインね行きたいと思います。でここからね行きたいと思います。それでですね、チェックインできましたので、スイートランジの方ね行きたいというふうに思います。結構ね最初見た時はチェックインねかなり並んでたんですけど、その後はねそんなでもなかったですね。それでは行ってみますね。それではですね、スイートラウンジ出ました。かなり良かったですね。スイートラウンジに関しては食事、おにぎりですけどもねありますし、またね思った以上に空いてましたね。もっとね混み込みかなと思ってたんですけど、そんなこともなかったですね。ある程度ね混んではいたんですけども、すんごい人がねたくさんいるみたいなね、座るところないみたいな、そんな感じではなかったので、かなりねゆっくりすることができました。それではですね、ゲートの方ね、今回65番ゲートだったかな、行ってみたいと思います。ではね、搭乗ゲートに着きました。結構人いますね。3連休の初日ですからね。ということで、あとね10分15分ぐらいで搭乗で始まると思いますので、ここら辺でね待っていたいと思います。今回は NH25 13時発の大阪行きです。それではね、グループ3番搭乗しましたので行きたいと思います。ありがとうございます。いらっしゃいませ。今回は真ん中の座席の通路側が取れたということで、残念ながらね窓側が取れなかったっていった感じになります。いや残念ですね。ちょっと機内の映像はほとんど無理だと思います。マスクなどを着用されないお客様にはご搭乗をお断りする場合でございます。感染防止に向けたご協力をお願いいたします。乗務連絡です。キャビンアテンダントチェックフライトバー、機長は岩本、ディスパーサーは林でございます。
ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。皆様、離陸いたします。小さなお子様を連れのお客様は頭をしっかりお抱きください。それではですね、伊丹空港到着いたしました。今回ですね、2019年にダイヤモンド修行して初めてね、ANA ダイヤモンドのねステータスを利用させていただいたっていう形でスイートラウンジもね入らせていただいて、いかがだったでしょうかね。ちょっと見せられたかなというふうに思うわけなんですけども、個人的にはですね、そこまで人も多くなくてですね、とても良かったですね。で、国内線なんですけども、おにぎりのサービスとかもねありましたので、普通の ANA ラウンジだとね食事ない感じなんですけども、スイートラウンジに関してはねおにぎりがあるということで嬉しいサービスですね。ということで今回ですね、羽田空港から伊丹空港までねお送りさせていただきました。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。